こんにちは、梅です。大手町駅ですよ。 C13B 出口を目指す。歩け。あれ、直進じゃない。さて今回のプランは、パレスホテル東京ポイント倍増キャンペーン、クラブフロアで過ごす上質な時間です。パレスホテルの前身は GHQ 連合軍最高司令部の命令により、1947年に開業したバイヤー専用の国有国営ホテル。1961年パレスホテルとして建て替えられ、2009年新ホテル建設のために休館。3年約750億円をかけて2012年パレスホテル東京として開業しました。フォーブストラベルガイド8年連続5つ星獲得。1階正面入り口からゴー。本日のお花は黄色の早春タイプ。直結の地下からは登ります。フロントです。度肝を抜かれる広さ、高さはないものの綺麗で温かい演出が素晴らしい。客室数全284室、客室エレベーター4機、地上23階、クラブラウンジは19階。ご案内いただいて19階です。クラブラウンジ、ミーティングルーム、ボードルーム、クラブラウンジ、ワクワクする。席は自分で選んで、チェックインチェックアウトはラウンジで行います。ラウンジの営業は朝7時から夜9時。人気の窓際席、お堀が見えます。見晴らしは素晴らしい。個室もあり。ラウンジは狭めです。ソファー席もあって居心地はいいです。ウェルカムドリンクとチョコレート、クラブラウンジティータイム。新聞雑誌もあります。ティータイムのフードはすべてビュッフェ代で、スタンドでの提供はありませんでした。ビュッフェ代行くわよ。おかき、ゆずこしょう、ミックスナッツ、チョコレート、ビールサーバー、ロンネフェルトのお紅茶、すごい種類、わー、シャンパン、ローランペリエ、ラキュベ、ノンアルコールロゼスパークリング。壁側のビュッフェ代、ストロベリージャム、蜂蜜、スコーン2種類、クロテッドクリーム、サンドイッチとトルティーヤ、綺麗なベリーケーキ、ティラミス、ベリーヌ2種類、マカロン2種類、カヌレ、パレスホテル名物ケーキフリュイ、きなこ餅、BMF コーヒーマシン持ってきました。飲み物はほぼお願いする式、スパークリングワインじゃないよ、シャンパン。乾杯。チェックインからいきなりの幸せ。サンドイッチはポテトサラダとハム、サニーレタス、出来たてでパンもしっとり、おいしい。お腹の空かない酔っ払い生活の始まり。トルティーヤはツナとサニーレタス、おいしいです。クロテッドクリームたっぷりが嬉しいスコーン、蜂蜜もたっぷりでしっとりめ、最高。抹茶とチョコもおいしいです。金曜日15時過ぎ、混んではいません。また持ってきました。綺麗なケーキ、自分で持ってくるとこうなっちゃうの。でもいいの、シャンパンです。乾杯。柔らかいからぐちゃぐちゃやむなし、おいしい。ティラミス、これも最高においしい。ベリーヌ2つとも持ってきちゃった。ピスタチオのムース、多分ピスタチオの風味が生きている。旬のイチゴの美味しさ間違いない。香り高く美味しい。
きなこ餅柔らかい、あんこ入りでした。ムース系を食べ過ぎているような、でもティラミスが秀逸。外に出られます。階段を上って、わー、テラス席、ソファーもあり、皇居方面、緑がいっぱいです。気持ちいい。テラス席がいいですね。許可をもらって移動。乾杯。グラスの中で夕日が逆さま、最高。気候が良ければ最高のテラス席です。パノラマ。ケーキ違うの来た。トイレは近く、男女別にあります。お部屋へ。カードキータッチして回数プッシュ、20回です。今回はまた一部屋に大人3人、添い寝2人可能ということで、節約のために大人数一部屋です。廊下は重厚な中にも親しみやすい温かみのある雰囲気です。2002号室、カードキータッチでオープン。クラブデラックスツインウィズバルコニー、45平方メートル広め。入って右に荷物置き兼スール、下に大人数のスリッパ、左はバスルーム、右はクローゼットです。白と茶色とグレー系で爽やか。カフェテーブルと椅子、ティーセット、お茶菓子、パレスホテル特製豆菓子、寿月堂有機緑茶ほうじ茶ティーバッグ。ビューは和田倉噴水公園、かつての江戸城の内堀の一部、馬場先堀、日比谷方面。余裕のあるバルコニー、ベッドサイドテーブル上、カーテン開閉、照明オンオフ、ドントディスターブサイン、カーテン横にも照明レースカーテンコントロール、バルコニーでくつろぐのもあり。とにかく眺めが最高。気持ちいい。エキストラベッド設置でここに運ばれたと思われる立派なデイベッド、添い寝2人分のパジャマ、上下セパレート、寝心地最高シモンズベッド、エキストラベッド、窓際ベッドサイドテーブル、 Bluetooth スピーカー、アーティスティックな器、電話、目覚まし時計、メモとボールペン、下にあるこの箱なーに、電源タップ、 USB タップ、バスルーム側ベッドサイドテーブル、手元と読書と足元とスイッチ、電源タップ、加湿器、非常灯はここです。リュベ式枕2個、バスルームです。ベッドから直通、大きいバスタブ、ハンドシャワーあり、ブラインドでプライバシー、向かい合わせで洗面所、バスアメニティ、和流基礎化粧品、イギリス発バンフォードのバスアメニティ、ラミネートチューブ、ボディタオル、バスソルト、電源コンセント、観葉植物、バニティミラー、ガラスコップ、2ダイヤル混合水洗ワンボール、ハンドタオル、固形石鹸、ティッシュ、バスルーム用テレビリモコン、
電源コンセント、レイザー歯ブラシ、子供用歯ブラシ、コットンヘアバンド、マウスウォッシュ、ブラシ、歯磨き粉大きめ、かわいいクッションブラシ、フェイスタオル、バスタオル、バスローブ。パレスホテルのリネンはすべて日本が誇る今治タオルだそう。おしゃれなヘルスメーター、ヘアドライヤー、レプロナイザー 4D プラス、高級品だよ。ゴミ箱、トイレ独立、綺麗でアーティスティック、立派なシャワーブース独立、バンフォードのバスアメニティ、ラミネートチューブ、ハンドシャワー、シューズクロゼット、靴磨きセット、シューポリッシュサービス、ソーイングセット、ナイトウェアはワンピース型、ランドリー、洗濯ドライクリーニングプレス、シャツ洗濯1100円、ビニールバッグ、縦開き転機式セーフティーボックス、薄型、中に電源コンセント、アクセサリートレイあり、各言語使い方説明書、シューキーパー、ラウンジから上着を運んでくれてる、木製ハンガー、クッションハンガー、紙袋、立派なブラシ、靴べら、大きい荷物置き、アイロン台、アイロン、引き出し空っぽ、白いキャビネット、ミニバー登場、ミニチュアボトルやスナック類、湯沸かしポット、ネスプレッソコーヒーメーカー、紅茶、クリームパウダー、砂糖、コーヒー、デカフェあり、お皿やスプーン、フォーク、マドラー、栓抜き、コースター、ナプキン、下は冷蔵庫、ぎっしりビール、コーラ、シャンパン、ローランペリエ、ジュースなど、缶ビール770円、ミネラルウォーター324円、ネスプレッソコーヒーマシーンの使い方、ネスプレッソコーヒーカプセル3種類、無料のアルミ缶ミネラルウォーター、テレビ下、フォーブスやホテル案内、ルームサービスメニューなど、テレビはホテル案内、 BS 海外テレビ、ミラーリングも可能、ティッシュ、メモ、電話、各種電源コンセント、ランポート、HDMI 端子、宅配サービス、バレスクラブ案内、レターセット、2段目空っぽ、ゴミ箱、椅子一脚はちょっと寂しいかも、エビアンスパ東京、5階です。とても綺麗。エビアンスパ東京、プールに行きます。宿泊者限定利用、予約は特になし。20m×5m、午前6時30分から午後9時、最終受付10時クローズ。ジャグジーもあります。スイミングキャップ、ビート板、アームリングの貸し出しあり、気持ちいいプールサイドベッド、最高よ。すごく綺麗なプール貸し切り、利用は5歳以上、5歳から15歳は9時から18時に監督者同伴で利用か。フィットネスルームにはテクノ事務所イタリアの最新トレーニングマシン。お風呂もあります。男性用にはドライサウナ、水風呂もあり、女性用にはマーブルサウナ、岩盤浴的な暖かさ。温浴施設使用料金は宿泊者2750円税込み、クラブフロア宿泊者は無料です。とても良かったです。クラブラウンジイブニングカナッペ、残念ながら13歳未満は17時30分までで入れません。中央のカウンターもビュッフェ台に、マカロン、季節のデザート、フルーツ、ラタトゥユ、
鶏白レバーペースト、トースト、グリーンサラダ、ドレッシング、赤ワインのビネグレット、和風シーザー、さっきのおかきとナッツ健在、お酒です。ジン、ウォッカ、ウイスキー各種、チョコも健在。 1-1-1 ホテルの住所、丸の内 1-1-1 に由来する純米吟醸酒、クラフトビールとノンアルコールビール、ビーガンアイスクリーム、珍しいビーガンアイスクリーム、アーモンド、ココナッツ、ソイミルク、山梨のスパークリングワイン、ローランペリエ、ノンアルコールスパークリング、白ワイン、ロゼワイン、赤ワイン、お酒の種類が多い。魚介と野菜、トマトコンソメジュレ、フリッタータ、トマトソース、サーモンマリネ、ディル風味、紅茶、コーヒー、バゲットスライス、グリッシーニ、エキストラバージンオイル、胡椒、プロシュート、蜂蜜、ブルーベリージャム、ドライフルーツ、アプリコット、マンゴー、イチゴ、チーズ各種。ビルの明かりを見ながらシャンパンをいただいて、持ってきました。好きなものを好きなだけ、いいですよね。おいしそう。サラダにはシーザードレッシングをチョイス、新鮮お野菜、おいしい魚介と野菜、トマトコンソメジュレの野菜もおいしいです。サーモンマリネ、ひと手間、ディルの香りが嬉しいです。エビも大好き。フリッタータとはタルト生地を省いたキッシュに似た卵料理ですって。鶏白レバーペースト、高級品のお味、温かいオードブルは持ってきていただく式です。それがこちらです。カニとホタテのリゾット、ビーフストロガノフ、タイのブイヤベース、温野菜、生ビールで乾杯。幸せ。ホタテがしっかり入っています。ビーフストロガノフ、普通に高級レストランのお味。タイの身も小さくない、まあ大きくもないけれど、ふっくら美味しそう。美味しい。上質なお魚がホテルラウンジでいただけるなんて最高。温かいオードブルがこんな風に出てくるなんて、特別感が身に染みますね。デザート持ってきました。銅に香り高いロンネフェルトのお紅茶、フルーツのフレッシュ、パンナコッタも申し分なし。ごちそうさまでした。夜のテラス席は夢いっぱいな感じになっています。わあ、ロマンチック。東京タワーも見えます。この後に及んでビーガンアイス、ココナッツミルクをチョイス。ちょっとカチカチだけど、ココナッツ好きにはたまらない美味しさでした。シャンパンに合います。ビルの間からディズニーランドの花火が見えたね。多分ナイトターンダウン。洗面所の鏡にテレビが映ってる。ナイトターンダウン済みでした。お水の補充と氷、足元に布とスリッパ、ベッドの上に大人のナイトウェアも、ホットアイマスク、
スリッパはふかふかのタイプです。富山県高岡市大野屋の高岡ラムネ、めちゃくちゃ可愛い。富山県産コシヒカリ米こし用の手作り品、クラブラウンジ朝食、特典のプレスサービスも利用してみた。ジャケットもシャツもシャッキーン、朝食もラウンジです。メイン料理を選びます。その他に日替わりメニューがあります。あとはビュッフェ代から。朝の爽やかなビュッフェ代です。フルーツデニッシュ、パンオショコラ、クロワッサン、トースト、チーズ、ミモレット、ブルー、カマンベール、プロシュート、ここでは生ハムではなく燻製なしのプロシュート、サラミ、カポナータ、シーフードマリネ、スモークサーモン、レモン、ケッパー、本日のスープ、温野菜、ソーセージ、クリスピーベーコン、好きな野菜やフルーツを盛り合わせてジューサーでフレッシュジュース、人参、小松菜、リンゴ、パイナップル、柿、ドラゴンフルーツ、ブルーベリーなど、サラダ、スライスオニオン、ひよこ豆、ポテトサラダ、きゅうり、レタス、クルトン、ベーコンピッツ、粉チーズ、ドレッシング、シーザー、和風、赤ワインのビネグレット、ヨーグルト、プレーン、低脂肪、ミューズリー、牛乳、豆乳、十穀シリアル、オールブラン、フルーツグラノーラ、ジャム、ブルーベリー、いちご、ドライフルーツ、バター、バゲットスライス、トースター、オリーブオイル、胡椒、ワインビネガー、アボカドオイル、有機バルサミコ酢、持ってきました。フルーツゼリーはテーブル提供、サラダとかいろいろ。早速シャンパンで乾杯。皆さん飲んでるから恥ずかしくない。美味しいサラダをいただきます。ヘルシー。そして柿、柿があったのがとても嬉しかったです。フレッシュジュースいくわよ。小松菜とフルーツいろいろ、ちょっと入れるの大変だったけど完成。少なエッグベネディクトきました。おいしそう。ミックスジュース、フレッシュ感満載、まずまずよくできた。溢れる綺麗な黄身、このぐちゃぐちゃが美味しい。日替わりのワッフル、外がカリカリで香ばしい。ちょっとここまで美味しいワッフルは感動ものです。おちび所望の和定食来ました。ブリの西京漬け美味しそう。卵焼きもお漬物もすべてお味見、美味しかったです。おちび和定食の残り、和風カルパッチョ、みょうがの風味が最高、素晴らしく美味しかったです。最後にどうしてもクロワッサンバターが諦めきれず、ごちそうさまでした。大満足です。チェックアウト。お泊まり大好きな孫にもう一泊しないから怒る。クラブラウンジでチェックアウトします。綺麗に片付けられているビュッフェ台、チョコレート、ミックスナッツ、おかき、柚子胡椒、クッキーが登場。最後までシャンパンがいただける幸せ。乾杯。美味しいクッキーを食べて帰ります。お会計です。キャンペーンで大満足だけどやっぱり安くない。素晴らしいホテルでした。メイドの土産、
ご覧いただきありがとうございました。バイバイ、また来てね。応援をよろしくお願いします。